現在金沢文庫では、現れた神々中世の霊場と衝動という展覧会を開催しております。この展覧会は、金沢文庫で保管する称名寺称行のうち、神道関係、まあ、神様ですね、関係の資料と関連する美術作品を展示しております。内容としてはですね、中世の人々が日本のこの神をですね、どういうふうに表したかということをですね、テキスト、文字資料と、あと実物、美術資料と合わせて展示をしております。中世の人々がどういうふうに神々を表すかということで、今展示しているのは、一つはこちら、十一面観音像なんですけれども、一般的には仏像なんですけれども、これはですね、神様として作られた仏像です。で、それから向こうはですね、神像、神様の像なんですけれども、ちょっと見てお分かりになるように、金銅仏といってブロンズで作られているんですが、これは本来は仏像の正しい作り方、つまり仏像の作り方で神様を作るんです。というようにですね、中世の人々っていうのは、神や仏の姿を使って、まあ、神を表すというようなことをしていまして、で、それに対して、例えばこのテキストの中で神々の姿がどういうふうなものであったかということが説かれているということです。こちらの資料は国宝称名寺称行のうち勧進志趣という衝動資料になります。衝動資料は僧侶が法会の際に説法を行う時のいわば台本になります。手のひらサイズの小さなものが特徴的です。こちらの勧進志趣という資料は鎌倉幕府最大の国難でありました文永弘安の役蒙古襲来の際に、人々が鎌倉幕府擁護のために三王権現という神様に祈りを捧げたことがうかがえる資料になります。称名寺称行には日本の神々、例えば伊勢神宮、八幡宮、春日大社、これから熊野や比叡山王といったですね、日本の神々のテキストが含まれております。で、今こちらに展示しているのは春日大社や八幡宮、伊勢神宮の関連の、まあ、称行と、それに合わせてですね、テキストに書かれている神々をどういうふうに表したかという垂直画と呼ばれる神々を描いた絵画を展示しております。金沢文庫現れた神々では、中世の人々が神々の姿をどのようにイメージしていたのかということについて、文献、彫刻、そして絵画などゆかりの文化財を通じてお伝えする展覧会です。皆様、ぜひ金沢文庫にお越しください。